アジア大会女子サッカー決勝日本4-1北朝鮮2023年10月6日中国杭州写真前半中島がスルーパスに抜け出し技ありの先制ゴール女子日本代表は6日アジア大会決勝で北朝鮮代表に4対1で勝利男女を通じ史上初の連覇を達成し3度目の金メダルを獲得したなでしこジャパン とは別編成で大会に臨んだ日本は1次リーグで無傷の3連勝。3試合で23得点無失点と圧倒した。準々決勝のフィリピン戦では今大会初失点を喫したが8対1の大勝。開催国、中国との準決勝は後半1点差まで追い上げられるも4-3と逃げ切って勝利。5大会連続の決勝進出を決めた。 試合は前半早々から攻め込まれる展開が続くが、カウンター一発から最初の決定機を生かし先制点。前半10分、右サイドの FW 山本から逆サイドを駆け上がった MF 中島へスルーパス。相手 DF ラインの裏を取った MF 中島は飛び出してきた相手ゴールキーパーをよく見ながら右足ダイレクトシュートを放ち、ガラ空きのゴールへと流し込んだ。しかし同38分。 自陣右サイドを崩され最後は得点ランクトップの FW キム・キョン4に今大会12点目となるゴールを決められ同点に追いつかれた1対1で後半へ折り返し北朝鮮の猛攻を耐える時間が続くと今度はセットプレーから勝ち越しに成功後半21分左 CK のチャンスで FW 大沢が相手選手と競り合いながらも頭で押し込み今大会7点目 劣勢を跳ね返しリードを奪うと3分後には MF 谷川が豪快ミドルシュートで追加点さらに同27分には FW 千葉にも今大会7点目となるゴールが生まれ解消した国家斉唱では「君がよが流れブーイングが起きるなどスタジアムが「アウェーの雰囲気」に包まれる中での試合となったが少ないチャンスを確実に生かす勝負強さを発揮 若手メンバー主体で MF 谷川や DF 小柄10代メンバーも躍動し、価値ある金メダルを獲得した。